アホヌラ競馬チャンネル。アホヌラ競馬チャンネル、中の人のアホヌラです。今回は競走馬特性の健根一滴にスポットを当てまして、その効果と習得条件について説明していきます。なお、この特性は G1 レース限定であることから、カスタムレースを使った正確な検証ができないため、効果については漠然とした説明にとどまっていますので、あくまで参考程度としてご覧ください。さて、ゲーム内の説明によると、比較的習得しやすい大舞台については G1 戦で能力がアップするとあり、対して健根一滴は G1 戦で一定確率で大幅に能力がアップするとあります。すなわち、健根一滴の方が能力の上がり幅が大きいと読み取れるため、特性がうまく発動すればオンラインでも有利に働くのではないか、そう考え試してみることにしました。なお、大舞台と健根一滴は重複して習得することは不可能となっています。サンプルとして採用したのはこちらの配合で誕生した馬、成長型は覚醒です。スピードは S プラスでしたが、ヨーク時代にスピードの伸びしろが残されていたため、スピードは上限の85には届いていないということになります。8歳末まで走らせ、健根一滴を習得後の5歳以降にオンライン中級に30戦ほど挑ませた結果、ジ・エベレストを連覇するなどオンライン7勝を達成。その他にも入着を繰り返し、最終的には1頭で15万ポイント近くを稼いでくれました。もともとのスピード値がカンストしていなかったことや、サブパラがオールエースに達しなかったことを考えると、結構な確率で特性が発動したと考えられ、結果的には上出来だったと思います。よって健根一滴特性はオンラインにおいてもかなり有効な特性であると結論付けます。さて、この健根一滴特性、どうやって習得すればよいかと言いますと、ウェブマニュアルによれば、古馬になってから G1 に初挑戦初勝利したり、G1 戦に数多く出走の後初勝利したりするとあります。このうち狙いやすいのは前者の古馬になってから G1 初挑戦初勝利の方でしょう。この馬の場合は若駒のうちは G1 に一切出走させないローテーションを組み、5歳2月4週の G1 フェブラリーステークスで初出走初勝利と同時に健根一滴特性を身につけました。なお、特性の G2 対象と健根一滴は両方習得可能なので、特性習得目的に限れば G2 に出しても問題はなかったのですが、 G2 対象はオンライン対戦とパスワード対戦の両方において無意味な特性であるため、今回は G2 への出走を避けました。一方、別の馬でも試してみたところ、こちらの成長型早めの馬は同じく5歳フェブラリーステークスで初出走初勝利したものの、特性を習得せず、もしかしたら成長型によって獲得可能な時期が異なるのかもしれません。以上で健根一滴特性の説明を終わります。成長型が覚醒または遅めや晩成の馬にオンラインで好成績を上げさせたいのであれば、この特性の習得を狙ってみるのも良いかもしれません。これにて今回の動画は終了。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。